先ほどミドルグリップを紹介させていただきました。次これスーパーワイド、スーパーワイド、チェックラン、チェックラン、スーパーワイド、カットタッティに好きすぎる。オーバーハンドグリップ、そうですね、グリップになって、さっきと分かります、サイズの大きさ。めっちゃ長い、まあ、1.5 倍、7倍ぐらいあるんですかね。まあ 1.5 ぐらいありますよね。でこれの特徴としてはもう見ての通り持ち手がこんだけ広いんですよ。で持ってるだけでもう広背筋ストレッチかかります。ということはどういうことかというと、よりストレッチを最大でかけることができます。で皆さんおさらいしてください。筋肉をつけたい人、筋肉に対してどうすればいいか、一番縮めて一番伸ばす、これが上手にできた人が筋肉を効率よく成長させることができるんです。先ほどはね、この短いバージョンの方のオーバーハンドでは内側まで狙うことができますよ、広背筋はもちろんですけど内側の筋肉まで狙うことができますよと説明しました。これに関しては大円筋っていう筋肉があるんですよね。広背筋ここにありますよね、この辺ですね。大円筋は脇の下の筋肉、この辺に大円筋、僕じゃあちょっといけたなと思って脂肪乗っちゃってますけど見えるかな。村さんどこですか、大円筋は。ここっすね、広がるところ。はい、あ、いい大円筋だこれは。これでやることで大円筋をギュッと収縮させることができると。だから大円筋狙いのラットプルダウンって、あのストレートバーっていうかね、普通のやつでやっても広めに持ってサムレスでオーバーハンドで握って狙うようなやり方がね、スタンダードだと思うんで、それのまあマググリップバージョンっていうふうに考えてもらえれば。そうですね、そうですね、本当に初心者の方ってちょっとね、今説明した内容でも分かりづらい部分、難しい部分もあるかもしれないんですけど、要は広く持つことで筋肉をしっかり伸ばせます。そしてこの大円筋という部分を鍛えることがよりできます。もちろん広背筋も鍛えることができます。はい、実際にもうこのアタッチメント付け替えてもう動作をするだけで、多分明確にどこに効いてるっていうのが多分体感できると思うんですよ、はい、ちょっと遊びでもいいんで使ってみるといいかな。そう、だから本当に面白いのが、カメラの前の皆さん、こういうことは多くないですか。トレーニング始めて背中のラットプル、上から引く動作をしました、背中に効いてるかわからない、こういった経験ありませんでしょうか。嘘くさい商売みたいになってますけど、あるんですよ本当に。腕に効いちゃってるとか、そうですね、背中で効いてるかわからないっていう人たくさんいます、初心者の方は。これまずなんでかっていうと、まあ、背中の筋肉自体を使ったことないから、まずね、神経の伝達もいってないわけですよ。でも動かし続けなければ神経の伝達って絶対にいかないんで、だから動かせば必ず背中の筋肉使えるようになってきますよね。間違いないです。それをする上でこういったアタッチメントがあるとより分かりやすく引いて収縮して伸ばすことができますんで、特にそのストレートバーで分かりづらいって方は一回使ってみていただければ、うん、まあ少し違いが出るかなと思うんですね。そうですね、うん、まあ多分ね、今これだけ見せてるんでまだね、あのイメージわかんない方もいるんですけど、この後実践もいきますんでね、うん、はい、そんな感じですね。このスーパーワイド、ワイド、スーパーワイドでした。スーパーワイドのオーバーハンドグリップでやってもらってます。で、まあ T シャツ着てるからあれなんですけど、ここね、大円筋パキした、ここから狙うことができて、まあ、しっかり広背筋もね、もちろん上から引いてるんで狙うことができます。で、ストレッチを増えた時に一番広い手幅で持ってるので最大にストレッチをかけることができます。クローズグリップ、クローズグリップだ、クローズグリップになります。これまあ持ち手3つあるんですけども、ちょうど今上から見てもらってるように、これがオーバーハンド、パラレル、リバースなんですけど、より上にあるグリップの方が、まあ、背中の上部の方に刺激が入るような感覚ですよね。背中をまあ大きく3つに分けた時にね、
上の方だったらオーバーハンド、真ん中ぐらいだったら、パラレル、下の方狙うんだったらリバース、まあミドルグリップの場合でもそうだったので、そうですね、同じような感覚ですね。で、あとは、まあ、クローズグリップなんで、まあ、ストレッチをより内側からグワッとかけることができるっていうのが特徴になるのかな。でもやっぱりね、触ってみていただくと一番わかりやすい。そうで、やっぱりその人それぞれのね、体の癖であったり骨格っていうのもありますので、まあね、このクローズが合ってる人もいれば、ミドルが合ってる人もいれば、スーパーワイドのグリップが合ってる人もいるので、まあ、それはね、身長だったり骨格に合わせてチョイスをしていただくのが一番いいんじゃないかな。そうですね、で、まあここの説明がね、まあ一番分かりづらい部分ではあるんですけども、狭く持つので、まずストレッチに関してはストレッチがさらに内側からかかってくるような意識になります。まあ、オーバーハンドで引いた時に本当中央の方に寄ってくるような、この辺りをメインで、まあ、寄ってくるような、収縮させれるような意識です。さっきのミドルとかワイルドの場合っていうのは、ここまで収縮させることが意識ができなければ難しいんですよね。ただこのクローズグリップにすることで、よりここが意識しやすくなるような持ち手、まあ、今僕も村さんもやったんですけど、改めてね、やっぱりストレッチがかかる分、初動でまず楕円にも入ってくるんですよ、これね、楕円筋にも入ってくる感覚でした。で、あとはまあ僧帽のここチューブもそうですし、あとこのカブ、ここにもしっかりと入ってくるようなグリップでしたね。次、これがパラレルグリップになるんですけども、全部同じ位置に落としてやりました。で、もちろんこれ落とす位置、角度によって、座る角度によって効かせられる部分というのは、これも変わってくるのは大前提の話なんですけども、同じ位置に落とした時に、より僧帽のチューブ、まあ、この辺りに効かせることができたかなというグリップになります、パラレルグリップ。もちろん広背筋は入ってくるんですけども、その中でもよりこの内側の僧帽のチューブあたりに効かすこと、収縮することができました。はい、これも今やった感覚のところでもあるんですけども、で、はい、ラストワン、ラストワンがこれがリバースグリップになります。下ろす位置はもちろん同じ位置に下ろした時に、広背筋の下部、そして脊柱起立筋の下部に入ってきたかなというところですね。以上、クローズグリップの紹介でした、ね、あんまりバググリップ紹介してる人ないから、ね、そうですね、だから紹介してないっていうことは、これはこう入るんだよっていう決まったものが多分ないと思うんですよね。まあね、やり方で変わってきますからね、やっぱりその座る位置だったり、もう体のね、この落とす位置だったり、全然か昔からあるストレートバーでも、あの楕円筋狙うフォームと広背筋狙うフォームって今日は説明してないですけど、もう違うんだよね。そう、そうなんですよ。同じ位置に座って同じ位置に落としても、持ち手が変わることで効かせられる場所が変えられる、それがマググリップの特徴になるのかなと。今あの一通りですね、マググリップについて、説明と、あと実践的な説明と、させていただきました。皆様お分かりいただけたでしょうか。噛み砕いて我々も説明させていただいてはいるので、言葉足らずのところもあるかもしれないですが、まあ、特にね、難しい部分ですから背中っていうのは。そうです、ね、まあ、実際ほんとちょっと見てもらって、実際にジム行ってちょっと触ってみるっていうのが一番だと思います。はい、ただ中級者の方はね、賛否あると思うんですけども、まあ、あくまでも初心者の方向けにこの動画が届けばなと心から思っております。まあ要は背中自分から見えないから、そのアタッチメント、その
種目でどこを狙ってるかっていうのをまず明確に自分の頭で理解してやらないと、もう効率がとにかく悪いです。これもう我々はお客様に対してお伝えしてる部分で、見えないんで効かし方わからないと。だったら背中だけはどこにどの筋肉がついててっていうのは理解しといた方がいいです。絶対にどこにどの筋肉がついてるかっていうのを分からずやるより、背中だけはなんとなくパーツでこう分かってもらってやるのと全然違いますんで、はい、僕筋肉の図見てもらえますからね、携帯旅行で一回理解してもらってからやってもらって。なるほど、理にかなってるっていうか一番効率のいい、大事です、うん、だからこそ意識ができる。確かに、マインドマッスルコネクション、確かにそういうことですよね、うん、まあ少しでも参考になったと思いましたらグッドボタンの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もまだまだ受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。 Yes。